こんにちは。今回はこちら、いつものダイソーで購入している4枚入りの底板を使って、まあもう編みつけていってるんですけど、こちらを使って、まあ編み地によって、まあバッグにするかポーチにするか決めてないんですけど、まあ決めて仕上げていこうと思います。で、こちらのつなげ方は別製動画を撮っています。こちらよかったら見てみてください。で、糸は何を使ってるかというと、ケイトピエールで購入しているコットンニートエッセの、色番が31番。ペン 100%40g、約 95m 入っています。かぎ針が4号から6号です。入ったのを使ってました。で、こう1本取りで、で、5号で編み付けてきてましたね。で、ここで、最初のこの細編みの頭、手前から向こうに取って、引き抜きをしたら、ここで6号に変えていこうと思います。6号に変えて、この穴に針を戻して、で、ここで鎖編み立ち上がり1つします。マーカーが変なことになってるな。最初のところ、つけたままにしておきますね。立ち上がりを1つしたら、引き抜きではない一番最後の細編みの頭、ペラから針を入れて編み地を返したら、ずっとこの目を見て編んでいきます。この目を見て編んでいきます。細編みを1つ。で、細編み1つしたら、ここにマーカーつけます。最初の細編みの頭にマーカーつけて、で、糸をかけて次は、1つ飛ばして次のところに、長編み同じところに6回していきます。1、糸をかけて、2、糸をかけて、3、4、5、6、6回したら、1つ飛ばして次の目に細編みを1つ。この細編みをしっかり拾って、細編み。で、細編み1つしたら次は糸をかけて1つ飛ばして、次の目に同じところに長編みを6回していきます。1、2、3、4、5、6。で、6回したら、1目飛ばして次の目。ここに細編み1つ。こんな感じで繰り返し同じように最後まで編んでいきます。こんな感じでぐるっと一周同じように細編み1つ、1つ飛ばして、次のところ同じところに6個長編みをして、で、最後、1、2個。目が余ってると思うんですけど、2つ飛ばして最初の細編みのところにつなごうと思います。それで最初の細編みの頭、ここに手前から向こうに針を入れて引き抜きます。それで柄編み1段目完成です。で、ここで立ち上がりを1、2、3目して進めていきます。で、立ち上がり3目は長編み1目として見ていくので、マーカー付けていきます。で、こちらのマーカーは取っておいて、で、この立ち上がり3目、長編み1目として見て、鎖編みを1つ別で編みます。で、糸をかけて同じ目。ここに針を入れて長編みを1つ。これで進めていきます。で、次は、この前段で編んだ長編み6個の一番端から数えて1、2個目。ここに細編みを1つ。細編みを1つしたら必ず鎖編みを2つ。で、1、2飛ばして3個目。最後から2番目の目に針を入れて細編みを1つ。で、また前段の細編みの頭が来たら、糸をかけて細編みの頭を拾って、長編みを1つ。で、必ず鎖編みを1つして、糸をかけて同じ目に長編みを1つ。で、次また前段の長編み6個の1、2個目、ここに細編みを1つ。で、鎖編みを必ず2つして、前段の1、2個飛ばして3個目が6個の左から2番目になっています。ここの長編みの頭を拾って細編み。で、糸をかけて前段の細編みの頭に長編み1つ。必ず鎖編みを1つ。糸をかけて同じ目に長編み1つ。こんな感じでこの段を繰り返し同じように最後まで編んでいきます。こんな感じでぐるっと一周同じように編んできて、
前段の細編みの頭に長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ編んだところなので、最後の前段長編みの1、2個目、ここに細編みを1つして、で鎖編みを必ず2つして、1、2飛ばして3個目、最後から2番目のところに針を入れて細編み、で最後のところ編めたので、最初の立ち上がり3目、ここは鎖編みのところを取りたいので裏山を手前に置けて、向こう下2本かかっているところ、ここで針を入れて引き抜きます。これで柄編み2段目完成です。で次は3段目、この長編みを編んでいきたいので、この穴のところから編んでいきたいので、針を入れて糸を持ってきて引き抜きで移動させます。そしたら鎖編みを1、2、3目して、これは長編み1目として見ていきたいので、またマーカーをつけていきます。マーカーつけたら今1編んだことになって、糸をかけて穴の中に2、糸をかけて3、糸をかけて4、糸をかけて5、糸をかけて6長編みをしたら、マーカーのとこから数えて6長編みをしたら、前段の細編み1つ、鎖編み2目、細編み1つしたところに穴が開いてると思うので、そこに針を入れて細編みをします。で細編みしたら糸をかけて、前段のこの V の中、そこに同じように長編みを6個していきます。1、2、3、4、5、6で6したら、前段ここ見たら細編み1つ、鎖編み2つ、細編み1つ、この穴が開いてるところに細編み、こんな感じで繰り返し同じように最後まで編んでいきます。から編み3段目は最後の方まで同じように編んできて、前段の細編み1つ、鎖編み2つ、細編み1つのところに細編みをした状態です。で立ち上がり3目のところ、ここはさっきと同じように裏山を手前に置けて、向こう下2本かかっているところ、ここで針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。これで柄編み3段目完成です。で次は2段目と同じような編み方をしていきたいんですけど、この前段のところをずっと見ていくと、前段のこの最後、これは立ち上がり3目も1目として見ていくので、1、2個目のところから細編み編んでいきたいので、この状態で次のところに針を入れて引き抜きで移動させます。で立ち上がりを1つしたら、この2つ目のところに細編みを1つして、で1つ目っていうことでマーカーをつけて進めていきます。マーカーつけて、で鎖編みを2つ必ずして、1、2飛ばして3個目、最後から2番目の長編みの頭に細編み、で糸をかけて前段の細編みの頭に長編み1つ、鎖編みを1つ、糸をかけておなじみに長編みを1つ、でまたこの前段の長編み1、2、2個目のところに細編みを1つして、で必ず鎖編みを2つ、で1、2飛ばして3個目が最後から2番目、ここに細編みを1つして、同じように進めていきます。糸をかけて前段の細編みの頭に長編みを1つ、鎖編みを必ず1つして、糸をかけておなじみに長編み1つ、こんな感じで好みの深さまでこのセットをずっと編んでいこうと思います。で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできていました。でこのピンクは1玉しか持っていなくて、で足りなかったのでこちらのグレーを入れています。こちらはセリアで購入しているきらめきコットン、カラーナンバー5番を使ってきてました。綿 95%、 ポリエステル 5%、 約 20g、 約 48m 入っています。かぎ針が3号から5号です。ヘイトのを使っています。で、まあ、指定のかぎ針の号数は違うんですけど、ここまでが6号で編んできたので、このグレーでも6号で編んできています。で何段編んだかお伝えしていこうと思います。ここの長編みの段から数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15段編んできています。でここで一番最後は細編み1つ、鎖編み2つ、細編み1つ、
で長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つの段で終わっています。でここでまあね、この何て言うかな、そこはちっちゃいところからこんなに広がると思ってなくてでこれどうしようかなと思ったんですけど、ちょっとねここの口を締め気味にして、まあバッグとして仕上げていこうかなと思ってるんですけど、それもちょっと変わるかもしれないんですけど、今は細編み1つのところに引き抜いたところで、まあ、立ち上がりを2つして、で糸をかけて根元、細編みの頭に中長編みをして進めていこうと思います。これが1つ目、マーカーをつけて、で糸をかけて鎖編み2つしているところは1つ、中長編みをしようと思います。で糸をかけて細編み1つのところ、ここに中長編み1つ、糸をかけて中長編みの頭に中長編み、糸をかけてこの鎖編みで開いた穴のところも中長編み1つ、糸をかけてこの長編みの頭中長編みで、細編み1つのところまた来るので、ここに中長編み1つしたら、鎖編み2つのところだけこの目通しじゃなくて中長編みを1つにして進めていこうと思います。ここで1目ずつスーッと狭まっていく形なので、若干ねこう狭まる形で進めていこうと思うんですよ。まあ、大きく狭めるっていうか、まあ、こうゆるく狭める感じで進めていきます。この中長編みの頭に、長編みの頭に中長編みで、鎖編みのところも1つ入っているので中長編み1つして、スーッと目の通り編んだら、この細長編みのところも目の通り編んで、でこの2つのところだけ1つで進めていきます。ぐるっと一周同じように中長編み編んでいきます。はい、こんな感じで一周同じように中長編み編んできました。そしたら最初の中長編みの頭、手前から向こうに取るときにちょっと色を変えていこうと思います。でこれで今回はこちらセリアで購入している UV コットン 100%、 これのカラーナンバー5番、こちらを使っていこうと思います。綿 100%、 20g、 61m 入っています。かぎ針が3号から4号です。入ったのを使っていきます。糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸を取り出して編んでいくんですけど、まあ、このねきらめきコットンよりさらに、まあ、若干なんですけどね、ちょっと細めかなと思うんですけど、ちょっと編んでいってみて、で細すぎたらちょっと色を変え、糸を変えるかもしれないし、まあ、2本取りにするかもしれないんですけど、これでちょっとお伝えしていきます。これで10センチ粗い糸を残して押さえ直して、向こうの引き抜きのところで色を変えていこうと思います。これで色を変えました。そしたらこの今のこの糸端とこのグレー、これはもうカットしていくんですけど、ここで挟んだ状態で、こんな感じで挟んだ状態で立ち上がりを一つして止めておきます。で軽く緩みがあれば緩みを取って、まあこうだな、こういう風に巻き込んで、で立ち上がりを一つして止めておきます。でこんな感じ引き抜いたら、この今入れた糸端と、でこちらの、まあ、カットしていく糸なんですけど、こちらを巻き込もうと思うので、まあこうかな、同じ方向に来るようにして、手前から向こうにこう挟んだ状態で立ち上がり鎖編み一つして止めておきます。で緩みがあればここで緩みを軽く引っ張って取っておいて、で10センチぐらい同じ長さぐらいでカットして切り離して進めていきます。で鎖編み立ち上がり一つしたら、まあここはね端として決め直してるんですよ。まあ、いつものように私の場合はこの最後の終わったところで絶対と思ってなくて、まあ、この底を見て、でバッグの全体の歪みがないか確認して、まあ、ここは端を決め直したんですね。まあ、これは、まあ、一周この色で中長編みで編んでいくので、まあ、付け直して進めていこうと思うんですけど、まあ、立ち上がり一つしたら2つして糸をかけて引き抜きではない一番最後のこの中長編みの頭裏から取って、大深編み編んでいきます。まあ、一段中長編み編んでいきますね。これが1つ目、マーカーつけて糸をかけて一目に対して1つずつ中長編み編んでいきます。針を入れて中長編み、
ぐるっと一周同じように中長編みを入れていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周、こちらの色でも一目に対して一つずつ中長編みを編んできて、数えながら編んできたら95目になったので、最後の目だけ同じところに2つ入れて終わろうと思います。で、最後のところマーカー取って、最初の中長編みの頭手前から向こうに針を入れて、で、糸を持ってきて引き抜きます。で、マーカーは付け直しました。この端に入ってたところを中長編みして中長編みの頭入れてきています。で、立ち上がりを2つして、糸をかけて引き抜きではない一番最後の中長編みの頭。ヘラから針を入れて、編み地を返して、ここで中長編みを1つに対してまた1つずつ左側に進めて編んでいきます。で、1つ目のところにまたマーカーつけます。1つ目の中長編みの頭にマーカーつけて、1つ目の中長編みの頭にマーカーつけて、で、1、2、3って数えていくんですけど、このマーカーのところだからこちら側の目にしていきたいので、ここは一番最後ぐるっと回ってきた目なので、まあ数えるは数えるんですけど、3目最初に編んでおいて、で、ここのマーカーのところからこちら側の目で数えていきます。マーカー取って、中長編みしたらまたここは一つ目っていうことで、マーカーを付け直して進めていきます。で、いつもの終わり出し方で、この持ち手の位置を決めていきます。今回は一周が96目。まあだいぶ広がりましたよね。これではちょっと狭めたんですけど、このグレーのところで96目を2分割にしたら片面が48で、48をさらに3分割したら16、16、16で割り切れるので、それで進めていこうと思います。これで今このマーカーのところから数えて糸をかけて中長編みの頭に2つ目中長編み34って数えて、今回16って決めたので、このマーカーのところから数えて16中長編み編んでいきます。はい、こんな感じでこのマーカーの決め直したところから数えて16編んできたら、いつものように鎖編みで1、2、3って数えて持ち手の長さを鎖編みで決めていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを70目で編んでいこうと思います。で、この目が入ってないところから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、1011、12、13、14、15、16が消えるので、17個目。ここに糸をかけて中長編みで編んできたので、針を入れて中長編み編みます。糸を持ってきたら針に3本かかっている状態で、鎖編みを左手で持っておくと、最後引き抜きやすいです。中長編み1つ目ということで、こちら側も16数えて中長編み編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も16中長編み編んできたら、いつものようにこの半分の中でこのセットが入っているか確認して、まあ、ラインで入ってるなーっていうのを確認できたら、16中長編み同じようにして、で、16開けて、今回鎖編みは70目同じ数を編んで、で、中長編み編んでいくんですけど、最初このマーカーのところから1、2、3目最初に編んでいるので、まあ16なんですけど、16-3で、ここは一番最後13目編むことになります。最後まで中長編み編んでいきます。こんな感じで反対側も同じようにして持ち手が付けてこれました。で、これで一番最後のところまで中長編みをしたので、マーカー取って、で、最初の中長編みの頭手前から向こうに針を入れて引き抜きます。で、このブルーの方は端を決め直してるんですけど、もう関係なくなるので取っておいて、で、ここで鎖編みまた2つして、持ち手の幅をもうちょっと広げていきます。糸をかけて引き抜きではない一番最後の中長編みの頭、ヘラから取ってまた編み地を返します。で、ここで糸を持ってきて3本一緒に引き抜きで、また1つ目ということでマーカーをつけて、糸をかけて1つに対して1つずつ前段の中長編みの頭に中長編みをしていきます。で、持ち手の際のところでまたお伝えしていきます。はい、こんな感じ、いつものように前段の2目最後残したところまで中長編み編んできました。そしたら糸をかけて最後から2番目中長編みの頭に中長編みを途中編んで、糸をかけてここの中長編みを最後の目、ここの頭を拾って途中を編んで、また糸をかけて鎖編み1つ目、ここは裏山を手前に置けて向こう下2本かかっているところ、ここで糸を持ってきて全部を一度に引き抜きます。いつもと同じように仕上げていきます。で、あと3点同じところが来るので同じようにして、糸をかけて鎖編みのところは、まあ、70目で目数がすごい多いんですけど、
このちまちま一つずつ、一目に対して一つずつ中長編みを編んでいこうと思います。それでぐるっと一周同じように中長編みをしていきます。はい、こんな感じで一周中長編みを編んできました。で、一番最後の目まで中長編みをしたら、このマーカーのところまで中長編みしたので、最初は中長編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜きます。で、鎖編みを2つして、もう一段中長編み編んでいこうと思います。ここの持ち手の幅を広げていきたくて、さらに立ち上がり2つしたら糸をかけて、引き抜きではない一番最後の中長編みの頭、裏から取って編み地を返して中長編み、これが1つ目っていうことでマーカーをつけて、で、前段の中長編み1つに対して1つずつ中長編み編んでいきます。針を入れて中長編み、で、また持ち手の際のところでお伝えしていきます。はい、こんな感じで持ち手のきわ2目残したところまで編んできたんですけど、一番最後のこの3個を1つにした目を最後として、最後から2番目、ここに糸をかけて針を入れて引き出して、さっきと同じことをしていきます。糸をかけて最後の3個を1つにした目、ここを取って、糸をかけてこの細編みの1つ目、この鎖編みの上に細編みした細編みの頭に針を入れて引き出したら、新たに糸をかけて全部引き抜きます。こんな感じでこの段、あと3点また同じところが来るなど同じようにして、で、糸をかけて細編みの中長編みだ細編みって言ったな、細編みじゃなくて中長編みの頭に中長編み、糸をかけて中長編みの頭に中長編みっていう感じ、全部と同じように中長編み編んでいきます。こんな感じでまた同じように中長編みを編んできて、一番最後の目まで中長編みをしたら、最初の中長編みの頭、手前から向こうに取って針を入れて引き抜いて取ったら、これが一つ目っていうことで引き抜き、一つ目のところにマーカーつけて、いつものように引き抜き編みを一周して仕上げていきます。針を入れて引き抜き、同じ方向に、表出来上がりを見て引き抜き編みをしていきます。針を入れて引き抜き、ぐるっと一周同じように引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周引き抜き編みをしてきて、一番最後の目まで針を入れて引き抜きます。で、ここで10センチぐらい糸を残してカットして、で、スッと抜いて、で、針に糸を通して、最初の目、手前から向こうに取って、いつものように糸始末をしていきます。で、引き抜いたら糸が出てきたところに戻ります。戻って、で、ぐっと締めて、周りと同じぐらいの目を残して、裏に返し返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたら糸をギリギリでカットします。で、それはこの外側だけで終わりなんですけど、私の場合はこの持ち手の内側も編んでいきたいので、あとここから6号で編んでいきます。今回は一周細編みをしていこうと思います。最後のところから、どこからでもいいんですけど、針を入れて、で、糸端を裏に当てて、で、ここで押さえ直して糸を持ってきます。で、立ち上がりを1つして、根元から細編みをこうやって糸端を巻き込みながら編んでいこうと思います。これが1つ目、細編みをしたらこういう風に針を入れて糸端を巻き込んで細編みをしていきます。で、最後から2番目のところに針を入れて細編みを途中をしたら、この状態で最後の目、ここに針を入れて糸を持ってきて、で、鎖編みのところ、ここを取って、で、糸端を巻き込めるやつは巻き込んで、4本を新たに糸をかけて引き抜き、3点を1つにしました。で、反対側も同じようにして編んでいきます。で、ここはぐっと締め気味にするとすっきり仕上がります。で、あとは裏山が残っているので、裏山を1目に対して1つずつこの通って細編みをしていきます。ぐるっと一緒同じように細編みをしていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周細編みをしてきました。で、一番最後の目まで細編みをして、で、表で出来上がりを見て、最初の細編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜いて、外側と同じように引き抜き編みを一周していきます。で、これが1つ目っていうことでマーカーをつけて、で、この前段の細編みの頭に対して1つずつ引き抜き編みを、この狭めたところも1つに対して1つずつぐるっと一周同じように引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じで内側も1周引き抜き編みをしてきて、
中央も一番最後の目まで針を入れて引き抜きます。で、10センチぐらい糸を残してカット。で、スッと抜いて、で、針に糸を通して、さっきと同じように、この手前から最初の目をすくって、ここで引き出したら、糸が出てきたところに戻ります。戻って、で、ぐっと締めて、周りと同じぐらいの目を残して、で、こちら側は巻き込んで編んできて、こちら側に糸端がいってるので、反対側、今カットした糸は右側っていう感じで分散させて、まあ、こちらの裏も編み地をできるだけ崩さないようにして糸始末をしていきます。こんな感じで持ち手の内側も編むことですっきりするし、で、持ち手もしっかり編めるのでおすすめしています。で、反対側も全く同じように、今回表出来上がりを見て細編みをしたので、表出来上がりをして細編みをして、で、引き抜きを同じようにして仕上げていきます。で、糸始末するところがあれば、ピンクはピンク、グレーはグレーっていう感じで、まあ、緑は緑、色別で編み地をできるだけ崩さないようにして糸始末をして完成させます。はい、こんな感じで反対側も同じようにして持ち手が編んできました。で、こちら裏をお見せするんですけど、裏もポコポコしていてめちゃめちゃ可愛いので、編み地をできるだけ崩さないようにして糸始末をしてきてました。で、表はすっきりした編み地になっています。で、表に返してサイズを測っていきます。表に返してきて、深さがね、このまちがちょっとあるような感じで出来上がったので、深さをだいたい測っていこうと思います。まあ、使い方によって深さは変わってくるんだと思うんですけど、一応ね、深さが中心部分で測ると 15.5 センチぐらいになっています。で、まちをこの状態で測ると、だいたいここは真ん中になっているので、まあ、9センチぐらいかなと思います。何か参考にしてみてください。で、この両端、この横幅をペタンとした状態でいつものように測ると、底の方で26センチぐらい。中心部分でだいたい 28.5 センチぐらい。で、上のところでだいたい、28センチぐらいになっています。そしていつものようにこの内側で測っていきます。まあ、ギリギリ肩からかけれるぐらいの長さになっていました。これで測ると、だいたいね、34センチぐらい。で、結構ね、まあ意外に、物が入るかなと思うので、持ち手をちょっと太めにしてみました。2.5 センチぐらいです。で、糸はピンク一玉。で、このグレーが一玉ちょっと使って、こちらの緑、この糸が二玉ぐらい使いました。そういうところでも何か参考にしてみてください。編み地はこんな感じになっています。まあ色をね、こう、変えてもめちゃめちゃ可愛いし、本当はね、一色で仕上げようと思ったんですけど、まあ結果ね、色を変えて可愛くなったかなと思います。まあ、ボーダーにしても可愛いと思うし、いろいろ好みによって変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。